はい、皆さんこんにちは、石山です。グランドピアノが入りました。どんなグランドかと言いますとですね、河合の艶消しの木目のグランドです。 KG2D という当時すっごいよく売れたね、機種になりますね。 KG2D という製造番号が1357382というものですね。外装は艶のあるタイプはたまに見るんですけど、艶消しの木目っていうのは本当に初めてかなっていう感じですね。ペダルはもちろん3本ございますね。綺麗ですね。本当にあの真っ黒いピアノばっかりいつも見てますので、もうこういうのが入ってくるとなんかすごく嬉しくなります。KG シリーズはですね、あのヤマハはどっちかというと C3 とか G3 っていう3シリーズをメインで売ってましたけども、河合は 2型ですね、これをメインで主力商品にもう昔から売っております。こういう感じですね。結構綺麗でしょう、木目がね。こういうあの譜面のところにも木目が綺麗に入ってますね。譜面台のところですね。やっぱりもういかにもまあ木っていう感じですね。木材で作ったっていう感じがしますので、なんかこう嬉しくなっちゃいますね。音は河合のピアノらしい音、よくなりますね。きちんと調律をしたいところですね。まだ入ったばっかりです。いいですね。グランドピアノっていうのはこう広がりがあってふわーっと伸びてね、もうあの音大に行くからとか音楽を専門にするからっていう方ではなくって、もう普通にもうピアノが大好きって方はね、4畳半一つ潰して、グランドピアノを置いてみてください。せっかくの人生、好きなことにね、時間とお金をかけるのも、私はすごくいいことじゃないかなと思いますね。はい、木目の河合グランドのご紹介でした。また京都の方まで見に来てください。